アドバンストマイクロデバイセズ。アドバンストマイクロデバイセズは、アメリカの半導体製造会社である。1969年に設立され、インテル X86 互換マイクロプロセッサ及び、自社64ビット技術の AMD64、対応マイクロプロセッサ APU、GPU や、フラッシュメモリ等を生産している。米国本社所在地は、カリフォルニア州、サニーベル。 日本本社所在地は東京都千代田区丸の内ペナン蘇州に製造拠点をドレスで及びトロントに研究拠点を持つ半導体製造部門は2009年3月にグローベルフーンドレスとして分社化した AMD の日本法人である日本 AMD 株式会社の登記社名は日本 AMD 株式会社であり公式発表などでも常に AMD と呼称される 当初、AMD は、インテルのセカンドソースで、プロセッサや、ペリフェラルチップを製造するメーカーの一つだった。しかし、例明期から AMD 独自設計の不ぷうであり、8ビット c p u 時代における、事実上の印、デファクトスタンダードとなった AM、AM9511、AM9512、後に、インテルが、AM9511 の、 セカンドソース8231を製造や、インテルの8257よりも高性能なドマ、コントローラーム 9517A を開発する、技力を示した後に、インテルが、アム 9517A のセカンドソース 8237A を製造。しかしインテルは、業績の向上とともに製造能力を拡充したことで、 セカンドソースを必要としなくなり、1985年発表のインテル386プロセッサ、当初の名称は8386以降、インテルはセカンドソースを認めず、製造に必要な重要資料を公開しない方針を取った。多くのセカンドソースメーカーはそれを機に撤退したが、AMD をはじめとした数社は独自の開発を行いどうではないものの、 互換性のあるプロセッサの製造を開始する方針を取っていった。a m d は1991年最初の互換プロセッサ AM386 を投入。インテルはすでに次世代製品の i486 シリーズを発売しており、同プロセッサは旧世代ではあるが低価格製品として採用された。AMD は i486 互換プロセッサ AM486 の開発を進めていたが、インテルによる AMD のマイクロコード仕様が不正なものであるとして争われた訴訟の結果、AM486 は出荷差し止めの仮処分を受ける。1993年に出荷された AM486 プロセッサは、AM486 デラックスや AM486SX 等が出荷され、 互換プロセッサとして好調な売れ行きを見せ、1995年には486プロセッサのアップグレードパスとして、i4865 巻プセッサ a アムゴ X86 を出荷した。アムゴ X86 は、i486 デラックス4とピン互換であり、160MHz で稼働させることで、インテルのペンティアムプロセッサ 100MHz と同等。 133MHz で稼働させることで 75MHz と同等の性能を発揮するとして486プラットフォーム用プロセッサとして使用された。1996年には Pentium P54C プロセッサとピン五感の k 五ロセッサを出荷し安価な互換製品として認知されていたが開発の遅れにより収益にはあまり貢献しなかった。 当時の AMD は、K5 シリーズに続く開発中の次世代プロセッサ K6 シリーズの性能が向上しない問題に直面していた。そこで、K6 と同世代の NX686 を開発中だったプロセッサメーカーの NEXGEN を介し、同社の開発チームを手に入れるとともに、NX686 を元にソケット7と互換性を持つよう設計変更した。 K6 プロセッサを1997年に出荷した。K6 は Pentium のソケット7と互換性があり、MMX 拡張命令セットも実装した。K6 は発売当初から MMXPentium シリーズよりも高クロックで動作している。a m d は引き続き P5 バス互換プロセッサの開発を進め、K6 に 3DNow を追加した。 K6 から2を発表した。K6 から2は Pentium 2に迫る性能を持ち、大手メーカーが製造する PC にも採用されたほか、P5 バスにおけるアップグレード手段としても人気があった。その後に登場した INTEL の Pentium 3に対し、AMD は K6 から2に 256KB の L にキャッシュを統合した K6、3プロセッサを開発し、 同時期のセレロンに対しては、K6 から2を強合させた。1999年に出荷された K6-3 プロセッサは、整数演算性能では、ペンティアム i を超える性能を持っており、AMD は、ペンティアム i よりも高速であると主張していた。しかし、不動小数点演算性能では、ペンティアム i に及ばず、 不動小数点演算性能が重視される分野への採用は進まなかった。不動小数点演算性能については、サンナオを使用することにより改善するものの、AMD はサンナオを扱うためのライブラリーを提供するのみで、ソフトウェアの開発環境が整わなかったことから、サンナオに対応したソフトウェアは少なかった。いくつかの互換プロセッサーメーカーは、性能面で、 インテル製のプロセッサに対抗できなくなったことや、インテルの知的財産保護制度の活用により張りの転換を余儀なくされた。この結果、互換プロセッサ市場からの撤退や、組み込み用プロセッサ市場への移行が進んだ。一方、a m d はこの状況の中で、アスロンプロセッサの開発に成功し、インテル製プロセッサと性能面で対抗できたことで、当初は、 価格面で劣勢を強いられてはいたが X86 互換プロセッサの製造、販売を継続することができた。K63 では p e n t i u m III に対抗するには不十分であったことから AMD は1999年に不動小数点演算性能を高めたアスロンプロセッサ開発コードネーム K7 を出荷した。訴訟の和解条件である非互換路線に転換し、 独自のプロセッサバスと CPU ソケットを採用した。アスロンプロセッサでは、AMD のプロセッサとして、初めて商標が採用された。後に、インテルのセレロンに相当する低価格ラインには、AMD ズロンの商標が付けられた。アスロン登場時は、オフィスソフト等では、ペンティアム3と同等の性能を持つとしていた K6、3とアスロンを合わせ広報していたが、 製造不良が多発していた K63 の製造を打ち切り、後継に K63 の改製品であるものの K6 から2を発売した。インテルが Pentium 3 1GHz の製品発表会開催の事前情報を得たことで、a m d はインテルより数日早く 1GHz で動作するアスロンプロセッサを世界初のパソコン用プロセッサとしては表した。その後、 第7世代の開発中止で苦戦していたインテルを尻目にペンティアム3と競合しつつもアスロンは順調に性能を向上させ人気を博した。その人気から K7 世代において AMD はインテルから5%のシェアをダッシュした。これは一つの企業が90%以上の河川状態にある市場においては驚異的なことである。K7 からサンダーバードにかけてのアスロンは エポックメーカーとして成功したが、単純なクロック増加のみでの性能向上に限界が見えたこともあり、アスロン XP 以後はキャッシュレイテンシの改善やパイプライン適正化などによる効率化を重視し、クロック周波数以外での性能向上に力を注いでいく方針が取られた。しかし当時は、クロック周波数の高さこそが、性能の高さに直結するという風潮があった。そこで、 AMD は周波数によらない性能を表すための指標となるモデルナンバーを採用した。モデルナンバーは当初はサンダーバード比とされインテル製 CPU のクロック周波数を意識したものではないと AMD は主張していたが、その後モデルナンバーが他社製 CPU のクロック周波数とメガヘルツ換算で同じ例モデルナンバーが2000ならば、 クロック周波数で 2000MHz であれば、同等かそれ以上の性能を示すとするプレスリリースを発表する。その当時、デスクトップ向け CPU での他社製とは実質インテルしかなかったため、このプレスリリースはインテルやクロック市場主義への対抗であることは明らかだとパーソナルコンピュー業界ではそう思われていた。その後、インテルが Pentium 読んで、 ハイパースレッティングテクノロジーを実装してからは、このモデルナンバーとインテル製 CPU のクロック周波数が当てはまらななり、AMD では自社製 CPU の性能を表す一つの指標としている。しかし、アスロン64後術の投入に合わせて、モデルナンバーの再構築を行い、再びインテル製 CPU のクロックの性能と同じであることを示すモデルナンバーを用いている。 AMD は、K7 コアの後継である K8 コアにおいて X86 から64。後に、AMD64 と、解消と呼ばれる命令セットを採用し、2003年に、サーバー向けがアプタランとして、デスクトップ向けが、アスロン64として発売された。価格競争の続くコンシューマー向け CPU とは、違って、高収益を確保できる。 サーバ市場向け CPU への参入は AMD の悲願であった。AMD64 では既存の X86 命令セットを拡張し、X86 命令セットと上位互換の 64bit 命令セットを実装した。一方、サーバ向け CPU としてアプタランのライバルとなるアイテニアムを発表した、イテルが実装していた 64bit 命令セットである。 IA-64 は従来の主流であった X86 命令セットとの互換性がなかったため特にサーバー市場においては IA-64 よりも比較的安価にそして X86 からの村地的な移行を可能とする AMD64 命令セットが支持され AMD はサーバー市場で大きな成功を収めたサーバー市場に 大きな影響力を持つマイクロソフトもインテルに AMD64 と互換のある命令セットの採用要請。これを受けて、インテルも AMD64 と互換のある命令セットのインテル64を実装したプロセッサを発売せざるを得なくなり、後にマイクロソフトは AMD64 に対応する Windows を X64 エディションとして発売した。 こうして3 2ビット CPU 時代は、インテルの提唱した IA-32 が市場の主流であったものが、6 4ビット CPU では、AMD の提唱した AMD64 が市場の主流となった。2005年4月、AMD 発のデュアルコア CPU であるアプタラン、デュアルコアを発表、数ヶ月後にはデスクトップ向けのデュアルコア CPU で、 あるアスロン 64X2 シリーズを発表した。2008年にはデュアルコア版千プランを千プラン2000として発売し、AMD はマルチコア時代への移行を果たした。アスロン 64X2 シリーズは64ビット、CPU が当たり前となった2007年4月にはアロン X2 と解消された。2007年9月、AMD は K8 の次期コアとして、 計ーを発表し、その最初の製品として、クアットコアの第3世代、アプタランをリリース。ほどなく、デスクトップ向けとしても、AMD フェナムの名称で発売され、同時に、フェナムが、AMD のメインストリーム CPU となり、アスロンは、バリュー、低価格帯へと移行された。一つの CPU にデュアルコアが2台収められた、インテルコア2クアット、ケントスフィールドに、 フェナムは4つのコアを1台に収めた真のクアッドコアと称していたが、初代フェナムは65ナノメートルプロセスで製造されていたため、45ナノメートルプロセスを採用したインテル製品には及ばなかった。2009年1月には45ナノメートルプロセスに移行したフェナム2をリリースするも、性能や価格的にはコアにクアッドの最上位製品と捕獲になり、 コア i7-920 とも勝負できる製品となる。後にリリースされたフェナム 2X6 では6コアに拡張され、リンフィールドに匹敵する性能を発揮するも、コア i7 エクストリームには及ばなかった。2011年10月には、K10 コアの後継となる、ブルドーザーコアを採用した最初の CPU である、ハイエンド向けの AMDFX シリーズが発表された。 ブルドーザーコアは従来のコアとは違ってスクラッチでゼロから設計された 10W-125W の TDP を試行しており AMD はブルドーザーコアの採用でワットあたりの性能の劇的な向上が見込めるとしてたまたデスクトップ PC 向けとしては世界初のネイティブ8コアを搭載するプロセッサーとして期待も高まっていたしかし サイクルあたりの命令数がインテルに対して低く、不動小数点演算ユニットを2つのコアで共有したことで、不動小数点演算性能は大きく低下。その後も改良が続けられているが、デスクトップ向けとしてはインテルの後を廃する結果となっている。ブルドーザーの低迷はマルチスレッドを活用することで、マルチコア CPU に最適化されたアプリケーションソフトウェアよりも、 シングルスレッド動作のために、コアあたりのピーク性能が重要となるアプリケーションの方が依然として主流であったことも関与している。2012年10月、ブルドーザーコアの改良版となるパイオールドライバー、コアを採用した FX シリーズ CPU を発表、発売、高クロック化と低発熱化を行った。 ブルドーザー系列アーキテクチャの低迷を打破するべく、2015年5月に、コードネーム Zen と呼ばれる新アーキテクチャの開発が発表された。Zen はブルドーザーを刷新するものであり、FinFet プロセスを採用すること、i p c の大幅な向上や SMT 対応などが行われことが発表された。そして、2016年12月、Zen の詳細を公表し名前を、 サミットリッチ、サミットリッチ、開発コードネームからライザン、ライゼンに変更。最上位モデルは8コア16スレッドに対応。クロック周波数は 3.6GHz から 4GHz で IPC もインテルと比べ遜色ないレベルにまで向上し、その上 TDP は 95W と、当初、インテルのハイエンドデスクトップ向け CPU であったコア。 i7-6900K を上回る高機能を 6900K より 45W 低い 95W で実現し約6万5000円で提供する CPU として大きく話題になった。そして、ライザンの発売日である2017年3月3日、日本で発売が開始されるとインテルの CPU を大きく上回る量の売り上げを記録した。 しかし、メモリの相性問題や、ゲーミング分野では、コア数より、クロック周波数の方が重視される傾向にあるため、インテルに完全勝利を収めることはできなかった。ピナクルリッチ全アーキテクチャが採用された12ナノメートルで、製造される、第2世代らザン開発コードネームは、ピナクルリッチ第1世代から、若干の IPC が向上し、 1> 第1世代の弱点であったクロック周波数は最上位モデルのライザン 72700X で最大 4.2GHz まで上昇した。当時、インテルの一般用デスクトップ向けの最上位であるコア、i7 から 8700K の全コアブースト 43GHz に迫るものであった。最上位モデルの TDP が 95W から 105W に上昇したが、 4本の 6mm 径ヒートパイプを搭載した CPU クーラー、レイスプリズムが同梱された。マティス。前にアーキテクチャが採用された7ナノメートルで製造される第3世代以来依存、開発コードネームはマティス、マティス。IPC は15%アップ、キャッシュサイズは2倍に、不動小数点性能が2倍になった。 CPU と IO 部分が分離して製造される。CPU は TSMC の7ナノメートルプロセス。IO はグローベルフーンドレスの14ナノメートルプロセスで製造され、別チップとしてパッケージ上に今後搭載されている。クロック周波数は最上位モデルのライザン Q3950X で最大 4.7GHz まで上昇。 インテルのコンシューマー向け最上位モデルのコア IQ から 9900K にシングルコア、マルチコア性能ともに勝利した。また、コンシューマー向けとしては、初めて7ナノメートル、16コア32スレッドを実現した。2006年10月の AMD による ATI テクノロジーズの買収後、CPU と GPU など、マザーホード上にある複数のチップを一つに収めた。 製品の開発が Fusion のコードネームでスタートした。a m d は CPU と GPU を統合した製品を a m d やコセロレイテッドプロセッシングユニットと故障し2011年より製品の発売が始まった。2011年1月に Fusion の最初の製品、モバイル向けがリリースされた。低性能、低価格、低消費電力を試行したボブキャッツコアが 採用されている。2011年7月には初のメインストリーム向けとなる第2世代フュージョンである AMDA シリーズがリリースされた。なのの CPU コア自体はフェナム2と同じで K10 コアに移居している。2012年10月にブルドーザーコアを採用した初の APU である A シリーズがリリースされた。 第8世代のゲーム専用機である PlayStation 4及び Xbox One には共にグラフィックスコア、NEXT アーキテクチャの GPU を採用した AMD APU のカスタマイズ品が搭載されている。2014年1月には新型のスティームロラーコアを初採用し、不満に初対応する APU が発表された。2014年11月には 新型のエキスカベーターコアを初採用し、1.0、使用に完全対応する APU が発表された。ATI テクノロジーズを吸収合併し、GPU の開発に当たっている。合併により、両社の得意分野が相乗効果を生み、では競合の NVIDIA が逼迫するほど、技術開発、新製品の投入サイクルを上げ、マーケットにおける構成を強めることで業績を、 伸ばしているまた gpu 関連技術を手に入れたことで apu の開発も可能となった amd は3次元コンピュータグラフィックス api であるオパングルや cpu gpu 混在のヘテロジニアス環境向けアクセラレーション api であるオパングルの使用策定標準化にも携わっているその他 オーバーヘッドを低減した独自のローレベルグラフィックス API であるマントルを開発し、後発のローレベル API であるダイレクト 3D12 やベルコンの礎となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。